はい、どうも、クレイジーピーでーす。本日の動画なんですが、ちょっと質問の方を、ちょくちょくいただいていたものに答えようかなと思います。まず一つ目、何をするのか、この一つのね、質問に結構時間かかるので、今回これだけにしとくんですが、僕が持ってるグローブの肩、どんな型があるのかっていう、どんな形をつけてるのかっていうのを質問受けましたので、ざっとではありますが、紹介したいと思います。まず一つ目、はい、ここにある。はい、和牛 JB ですね。はい。このグローブなんですが、どういった形になっているのかっていうと、前から言ってるね、僕、全部つかみ取りなんで、ほとんど似た形にはなってるんですが、はい。こういった形ですね。はい。だいたい、薬指あたりで閉じれるように形は作ってます。で、これ僕にしてはちょっと珍しいんですけども、ポケットの方、ちょっと下目で作ってます。はい。この辺。いつもだいたいウェブ下とかで作るんですが、どっちかちょっと、平の方が近いかな。この辺で、バシッと取れるように作ってます。はい。こういった形ですね。これ、和牛 JB ですね。軽くて、はい。閉じやすくて、かなり使いやすいグローブです。はい、次、これ。ナラックス、トラスト X ね。この間、片付けの動画も上げてるので、大体皆さん分かってると思いますが、これも大体薬指ぐらいで合わせて掴めるようにしています。これはね、完全にもう深く取れるように仕上げてます。かなり深いポケットで取れるようにしてます。はい。これ2個目、トラスト X ですね。はい。これはね、さっきの和牛 JB と違って、黒色で渋い。はい、限定でこれ30個限定ですね、各種類、はい、そのうち1個、はい、すぐ購入してみました。はい、次ですね。はい、お久しぶりの登場ですね。はい、これドナイヤーですね。ドナイヤーのオーダーですね、のグローブになります。これね、これも先ほどのと大して差はないんですが、ちょっと小ぶりになるのかな、うん、気持ちですけど、はい、ちょっとちっちゃいんですけど、これはもう完全にこういった形ですね。もうザ・つかみ取りっていう形です、はい、これ大体ウェブ下ぐらいにポケットを作ってるので、はい、ここで取れる、はい、結構まだ芯もしっかり残っている、はい、芯を切るグローブの一つですね。まあ、最近ね、ちょっと和牛 JB とかザラックス、購入したばかりなんでそっちばっかり使ってますが、はい、これもかなり気に入ってるグローブの一つです。はい、なんつっても派手ですよね。はい、内野仕様になると、あともう一つ、これ内野仕様になると、ワッペですね。ワールドペガサス。これまあ練習でほとんど使ってるんですけど、これも大体、これね、前の3つよりちょっと、まあ当て取りに近いというか、つかみ取りはつかみ取りなんですけど、ちょっとポケット浅めに作ってます。大体中指ぐらいで閉じれるように、はい、作ってます。はい、練習なんでね。ポケット浅めにして、はい、取れるように作ってます。はい、これ練習用のワッペのオーダーですね。はい、まあ一つは白いグローブあってもいいんじゃないかなということで、これ使ってます。はい、内野手用のグローブが、こんな形になります。はい、参考になればと思います。ここまでね、動画良かったなと思う方はグッドボタン、はい、面白かったな、面白くなかったかな、まあ両方ね、チャンネル登録だけしてくださいね。はい、今回ちょっと短いですが、内野手用のグローブの型についてお話しさせていただきました。
では、皆さん、この後も、元気にお過ごしください。じゃあいつものやっていきましょう。せーの、あざっしゃー。バイバーイ。